バンザイ体操を毎日したいブルアカ、始まるよ。ということで今回は、キサキさんを紹介していきましょう。さあ、始まるざますよ。行くでかんす。ふんがー。まともに始めなさいよ。さて、まずはキサキさんのプロフィール紹介です。年齢は17歳。誕生日が2月19日、身長は142センチ。仙台教皇中中学校3年生。部活は源流門に所属しています。趣味は茶道と日光。CV は愛坂優香さんが担当しています。公式の紹介文では、仙台教皇中中学校所属、生徒会、源流門、の門主。古風で威厳のある言葉遣いと、どこか神秘的にも感じられる印象が相まって、近寄りがたい雰囲気を漂わせる少女。本人はむしろ、そのイメージを職務に活用しているのだとか。彼女が時折、お忍び、弟子制に降りる姿に気づく者が少ないが、その実態を知る者からは微笑ましく見守られている。さて、見かけに何を見せてくれるのじゃ、と、紹介されています。ついにみんなが待ち焦がれたキサキちゃん実装。この時をどれだけ待っていたか。8歳と9歳と10歳の時と、12歳と13歳の時も僕はずっと、待ってた。万歳体操するキサキちゃん可愛すぎるだろ。そしてさらにエンジックまで登場するとは。なるほどこれは、ひらめいた。この人は、怪しい変態不審者さん、なんですよ。意外とノリノリなキキちゃん好き。これから毎日遊ぼうね。さて、お次はボイスを聞いてみよう。相立てはわらわが取ろう。満たされぬ心はわらわが埋めよう。ゆえにそなたは今のままでよいのじゃ。脳が震えるささやき声。月光はいつからあったのか。杯を手に空にと。もしかすると先生はずっとそこにいたのやもしれんの。いつも見てるよ、ぐへへ。一期に一度の絵というの、うら寂しいものじゃ。じゃが、わらわが先生を忘れることはない。何があろうと、いつまでも、な。俺と、結婚してくれ。この置き場は…アリスもコーヒーが飲みたいです。そしてこれが万歳体操だ。まず身長を測ります。アリスをなでなでしてください。アリスの人工タンパク質の皮膚が温かくなります。万歳体操はキボトスで流行ってる。はっきりわかんだね。アリスをなでなでしてください。アリスの人工タンパク質の皮膚が温かくなります。これで身長3000倍だ。仙外教へよくぞ参った。先生、月英祭を心ゆくまで楽しんでいくとよい。声の色気、よし。月英祭ではあまたの物語が交差する。興味があるのならこれを機に調べてみてはどうじゃ。とんでもない陰謀とか発覚しないよね。玄武商会は月英祭に乗じて外部と交流を深めようとしておる。門主として特段立場を表明しておらぬは、源流門と玄武商会どちらに非があるものか。ふん、すまぬ先生、門主といえども全てを見通せるわけではないのじゃ。今日は演じプレイでリフレッシュだ。わらわが門主としている間は仙外教での安全を保証しよう。相手が誰であろうとな。無論先生も例外ではない。さすが頼りになる。行き先に悩んだ時にはわらわに申し付けよ。すぐに人を手配しよう。ジーパオの似合う子一丁。日々新たにしてまた日に新たなり、日々新しく前に進むべきという意味じゃ。手助けが必要ならいつでも力になるぞ。先生のバックがすごい。なんじゃ先生、わらわをくすぐってみたいのかい。はなんとも無礼なやつじゃ。じゃが許そう。いいんですか先生。じゃれ合いたいのか。よい、好きなだけしてみせよ。
わらわと先生のことじゃからの。他に人がいるときはわきまえるんじゃぞ。砂漠寮、そなたのためにお楽しみを用意した。存分に楽しんでいくがよい。ジョンゴ、食べ過ぎには注意じゃぞ。ドカ食い大好き、望月さんぐらいならセーフ。どうかしたのか先生。ふん、まずはわらわに食べてみてほしい。それが何を意味するのか分かっているのかい。わらわは構わぬぞ。先に食べると何を意味するんですかね。先生も一つどうじゃ。味見はしてある。安心するとよい。来たかな先生。源流門の門主を待たせるとはいい度胸じゃ。キサキちゃんにお手伝いしてほしい。力で人は収められぬ。心をなくしてしまうからな。まあそなたならよく知っておろう。心か。なんぞ用でもあるかな。うん、声をかけてみただけ。そなたはいたずらが好きなのじゃな。構わぬ、わらわもよくやるからな。いたずら好きのキキちゃん。仙外郷の外に出るのは久々じゃ。それにシャーレというこの場所、この瞬間は本人特別じゃ。だってここにはそなたがおるじゃろ。これも両思いでしょ。時がこのまま止まってしまえばいい。そう思ったことはないかな先生。わらわはあるぞ今。そう思っておる。大胆な告白は女の子の特権。こう歌いてみたのじゃ。不思議な香りがするじゃろ。一服いかがかな。疲れたのであれば共に眠ればよい。そうじゃろ。そういうのはダメ。見つけたら全部没収、焼却。さて、お次はつかみモーションを見てみよう。ひゃひゃひゃ。よし。さて、お次は佐々木さんの戦闘スキルを見てみましょう。ホイン呼ばれましたよ。佐々木には何になるんでしょう。何食べたい。これで完成なのじゃ。さんの戦闘スキルは公式のアロマちゃんによるスキル紹介にて、仙台上高級中学校所属生徒会源流門の門主さきさん。 EX スキルでは味方生徒さん1人に対して EX スキルの与えるダメージ量を一定数加算させるようですと紹介されています。コスト回復スキル持ち、スピード強化、全力増加、そして新爆枠の EX スキルダメージ強化。うん、これは強い。間違いなく強い。今後のキサキちゃんの活躍が恐ろしいですわ。次からは仲良くするんですよ。さて、最後にさきちゃんのメモロビを見てみよう。むむむむ、ここの目線、たまらん。ようやくこちらを見てくれたかな。じゃが先生、一度考えてみてくれぬか。改めて見ると本当に細いな。わらわは今弱っているのかもしれぬが、弱ったふりをしているだけかもしれぬ。野獣の眼光。先生の出方を伺っているだけなのやも。単にそなたを心から信じているだけかもしれぬしな。一体どうすればいいんだ。
だが、そうじゃな。これだけは確約できる。確約。ここで何が起こったとて、わらわがそなたを責めることはないじゃろう。英語にな。それってつまり、あ、うちとやろや。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。ということで今回はここまで。動画更新やゲーム制作のお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。僕が制作した同人ゲーム、メメリスちゃん RPG が DL サイトにて好評発売中なのでぜひプレイしてね。今回のサムネはトモーさんにお借りしました。ありがとうございます。では、サラダバー。